ボンジュールようこそいらっしゃいました。ボンジュール、ボンジュール、ありがとうございます。いや、素晴らしいロケーションですね。さあ、ここが出張レストランビストロラタトゥーユの会場だ。まもなくシェフが到着される。しっかり準備をしてくれよ、見習い君たち。はい。あら、ちょっと失礼します。おい、シェフの到着はまだか。すいません、まだみたいです。すでに大勢のお客様がお集まりだ。まあ、とりあえずご注文を先にお受けして、私が何とか時間をつないでおこう。ボンジュールようこそいらっしゃいました。ボンジュール、目が合いましたね。私が選んで差し上げましょう。そうですね、お客様にぴったりなメニュー、あ、ラタトゥーユにいたしましょう。あの辛口評論家のいい拷問、これは絶品だと言いますよ、間違いない。というわけで、本日のスペシャルメニューオーダーいただきました。シェフがいない。さあ、どうしましょう。私ができるところまで準備を進めます。シェフが到着次第して、こんなことになったんだ。シェフレミーの憧れのシェフグストーは誰にでも料理はできると言っていた。だが料理には他にも大切なことがある。キッチンのスタッフは自分の役割に責任を持つ。そしてチームワークで働くんだ。そうだ、スーシェフ、もう一度全員で調理をするのはどうです。皆さんも手伝ってくださいますか。みんなで作った料理はきっと格別に美味しくなるはずだわ。おお、素晴らしい考えだ。シェフレミーも手伝ってくれるよね。スレッスレッシュッシュッシュッ。煮込み用は大きさを揃えて、ラタトゥーユ用は薄く丁寧にスライスするんだ。さあ、次は牛肉を柔らかくなるように叩いていくぞ。リズミカルにいくぞ。さあ、はい、ドン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 、優しく叩いて、トン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 、ブレンダー、みんなで一緒に。そうそう、みんなその調子。バッチンバッチン。塩を振って、胡椒を振って、もっともっとダイナミックに。まずはレミのお手本を見て。よいしょよいしょ、優しく優しく、最後は上に。さあ、最後は用意した食材を美味しく調理していこう。火加減に注意して、何品も同時に手際よく仕上げる。まずは鍋から。さあ、仕上げに取り掛かるぞ。皆さんも手拍子で応援しましょう。マニフィーキ、みんな手伝ってくれてありがとう。ここはボンジュール小さなレストラン、心ときめく優しい味、おいしいメニューで今日も手出そう。スープに番メインの料理、それにデザートも。大変だシェフ、デザート忘れていますよ。大丈夫、
から一緒に料理を手伝ってくれたここにいる皆さん全てにサプライズがあるんです。あら、ご来店ありがとうございました。また